皆さんこんにちは、旦那様です。本日中国の、ね、アップデートでバルクっていうかな、建築家が実装されましたので、されましたので、早速紹介させてください。行きましょう。手掛かり4508、エコーが858だったかな。外在特質、機関控制台、バルク拥有控制台的完整权限、可在场景内操作控制台。これはですね、フィールド上に、操縦台、コントロールパネルが置かれてあって、それを、まあ、操作できると。サバイバーはその操縦台に対して解読を行うことができる。解読というかハッキングって訳した方がいいんかな。サバイバー側は操縦台をハッキングして、操縦台内部の、まあ、エネルギーを、まあ、多く使って、その周りにある監視カメラを操縦することができる。ほうほう。サバイバーが操縦台を操作する間は、バルクさんは操縦台の周りにある監視カメラを使えないと。かつハッキングされた操縦台は一定時間内エネルギーを回復することができない。次の特質、監視カメラ。どの操縦台にも、その範囲内には1台の監視カメラがあって、監視カメラに映っている範囲内の中で指をスワイプすると、からくりの壁が出てくる。これはその操縦台のエネルギーを消耗して壁を生成させるんやけど、壁の数が増えれば増えるほど消耗されるエネルギーも高くなると。で、次、からくりの壁。からくりの壁が、生成するときに付近にいるサバイバーに対して 0.5 ダメージを与える。で、からくりの壁がもう完全に出来上がってる場合、サバイバーはそれを乗り越えることができて、ただし1ダメージを受ける。時間が経つと壁は消える。で、サバイバーを縛ってる椅子、あと解読完了してない暗号機、さらに、通電してるゲートの近くに出来上がってる壁は、まあ、早めに消えると。触手みたいな感じだよね。椅子付近の触手は早く消える、そんな感じですね。で、存在感が溜まった時のスキル、どこでも操縦機みたいな感じですね。操縦機がないと、まあ、ちょっと監視カメラ動かせないんやけど、このスキルを解放すれば、まあ、どこでも操縦機を操作できると。存在感がマックスになると、からくり壁の、まあ、クールダウンが、短くなるのと、消耗エネルギーが少なくなる。で、操縦機にちょっと大きな負荷がかかってしまうので、一定時間経たないと操縦機のエネルギーが回復しなくなる。よし、じゃあ実際にちょっとカスタム行ってどんな感じか見てみましょう。これが操縦台ですね。で、はい、で操縦台が見えて、でタップすると、今俺がいるとこかで、近くにで指をスワイプすると壁が出てくると。で、下に500分230、これエネルギーやね。壁出すたびにエネルギー減ってますね。で、出てくる壁にサバイバーが当たると、まあ、0.5 ダメージ。2回当たったからもう1ダメージだな。おーおーおお、もうこれこのままやれるやん。もうこのままやれるやつやん。で、壁も普通に重ねれると。で、バルクさんはこの壁、普通に窓みたいな感じで乗り越えれますので、ノーダメで。はい、あって、こういう感じで消えるんやね。で、サバイバーがね、これを乗り越えると1ダメージ受けます。いい、こちら監視カメラの映像なんですけども、屋根があるとちょっと見づらいですね。現場に戻します。病院の真ん中は見やすいね。で、 0.5 ダメージ受けました。で、これ逃げ道とか塞いであげるとね、まあ、ちょっと今相手がねボットなので、ちょっと動きがもう単調やからさ、どうしようもないね。楽しい。で、操縦台がないにもかかわらず、このアクティブスキル使うと普通に監視カメラを操縦することができると。で、屋根があると本当邪魔やね。わ、結構音するねこれ。あ、じゃあもうサバイはこの音を判断して、今近くで壁出てるんやみたいな感じだね。はい、ちょっと窓越える、ちょ窓越えるボタンがいつもと違うから当たるんやけど。よし、じゃあちょっと戦っていきますか。行きましょう。みんなさん、こんにちは。神に新しい、この何、スチームパンク、ピュッ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 出てるよ。早速近くにコントロールパネルがありますので、操縦台って言おうかな。いや、コントロールパネルってよ。やべ、方向感覚わかんない。
船の奥まで行けれない、これ、ね、今どんどんゲージ溜まってるよね。お、鳴ったからそれ見に行こう。小屋やね、ここどこ、これ海辺の小屋やね。ちょっと事前から丸見えないけど、これちっちゃくなってるつもりなんですけど、ちょっと、ま、丸見えないんやけど、お前大丈夫。はい、オッケー。ええやばくない、不動動かずにもうダメージ食らっただ、あいつやば。ちょっと探しづらいなこれ。だから瞬間移動持ってきたんやけど、うっすら光ってるところがね、あの範囲なんやね、スワイプできる範囲。なんか調光師食らってない、俺何もしないんですけど。調光師はまたいだんかな。よし行こう、これ冒険家やろ。どこぞどこぞ。ちょっと追撃能力遅いんだよ、カスタムで見たんやけどさっきね。ちょっと足も遅いし攻撃範囲もそんなに広くないから。オッケー、それでもやっていくわ。結構お酒が好きそうなジッチだからね、このハンターちゃん。かっこつけるたびになんかお酒ごくごく飲んでる。オッケー。でも最大の目玉としてこのスキルのね、壁、自分の近くにね、壁で囲っちゃえばいいんだよね。こうキャンプしながら他のサバイバーを攻撃できるっていうね、強いでしょ。今締め手配つけてるんですよね。でこれ自分の近くどこ、オッケー、オッケー、いいじゃん。こう囲っちゃえばこっちのもんやん、これどうすんの、サバイバー。え、助けに来いやねえ、これがイージージーして他のとこ見ればいいじゃん、動かなくていい、でこの壁一方通行なんだよね、サバイバーにとって。確か違ってたらごめん、せやからちょっと祭祀がね、祭祀がちょっと強くなるんじゃないかなみたいな、祭祀がちょっと役立つんじゃないかなっていうね、そういう話になってるんですよ。お、飛んじゃった、いいのこんなん出ちゃって、チェイスする必要ないぞ、ジョセフもやけど、ちょっと難しいのはほら見えないんやけど、上にね、建物の屋根とか木とかあれば見えない、はい調光師さん倒そう。でも赤くなってるのは壁がまだ生成中やから押せれないっていうことなんですよ。よし、 OK 倒した、はい幸運寺ちゃん、はい、相手のね脱走ルートを予測してまっすぐに1本引いてあげればいける、まあ、このために俺はね瞬間移動を取ってる。はい、また行きましょう。ちょめんどくさ、ちょっといつもと違うボタン配置になってるからさ、この壁を乗り越えるのが。はい起きます、 OK。もうすぐこの近くで掃除があるのね、優しい。はい、助けれないじゃんこんなん、空軍ちゃんにも、この間にちょっと祭祀じゃん、ちょっと適当になぞるか、当たったし、当たっちゃったし、あもう祭祀じゃん、適当なぞったら祭祀じゃん、もう1ダメじゃん。はい操縦だよ、操作して、はい壁の出来上がり、はいはい、こっちの操縦台の方がエネルギー消耗が少ない。高円寺ちゃん壁乗り越えてきたね、あちょうどなくなっちゃった壁が、まあいいわ、まあ良い、まあ良い、強い。いやチェイスする必要がないもんこれだって。ね、遠隔操作で壁ポンポコポンポコね、で作っちゃえば、あとは瞬間移動でペペペンみたいな感じやん。ポンポコポンポコペペペンやん。オッケー。よし。あ。はい。はい。動かなくていいもん。
やべ、把握できない。どこだ椅子、うん、ちょっとマップをね、把握しないといけないね。操縦台はここら辺だよみたいなさ、うん、地図がね、読めない人やからさ、と、だ、な、ぼっみたいな感じだから俺。あ、間違えた、間違えました、間違えました。まあでも離れながらにしてキャンプしてるようなもんやからね、壁があるからさ。よし、サイちゃん追い詰めよう。いや、壁 0.5 ダメってのがちょっと、うん、あれやいやらしいよね、回復できないじゃん。だってここら辺だよね、もう覚えた、一回やれば覚える。そのどのコントロールパネルからね、どの椅子にね、どうやって行けばね、ちょっと方向が狂うわ。はいはい、あ、すぐなぞれるね、高周波っていうスキル使ったらさ。 OK、 あと探すだけやね、サイちゃんを。どこや、これハッチが逃げられるな。スクリューカーの船のとこにね、ハッチは出るよね。あと大きな船とかのウィンウェラインも出るし、ここはここら辺か。え、これ召喚図っていうんかな、ちょっと分かんないわ位置が。あのさ、みんなさ、小学校の時にヘリコプター乗らんかったね、え、あの空から写真撮るんやけど、ちょっと乗った時にさ、空から見た時に足跡、あー行っちゃった。空から見たときに分からないんだよ、自分の家が見てる風景が違うから。そんな感じ、今俺そんな状態、空から見るとどこがどこか分からん。敵見つかんないんですよ、監視カメラ使っても。お、2つ操縦機ハッキングされとる、足跡ある。 OK、 いたやろ。 OK、 0.5 ダメ、動かずして倒す。で、石は食らってるし、いや、また会いたんやな、どっかを。人見つからん。あ、2階やね。じゃあここで、どこでも操縦機、あ、これ見やすいわ、はい、はい、おいい、あいつ、あははは、いい、やばこれ、うわすごっ、やばいこれ、カコチョカコチョ、ペットペット、これ瞬間移動と結構相性いいやろ。やっぱ音するんかな、今めっちゃくちゃ速かったもんね。おお、ちょうどいい感じに刺さった。まだサバイバー側で当たったことないからさ、音するんかな、出てきた瞬間に。すごい、あの察知能力っていうか速かったもんね。おらー、はい、いいね、瞬間移動は楽やな。これ廃墟やね、この方角。二人、三つも打尽よ、いい、楽しみで、行きましょう。え、ちょ、壁いっぱい。よし、じゃあこの子にしよう。いいね、もうみんな逃げちゃうよ、ドラえもん、のび太くん、どこでも操縦機。ゲートはここ、ゲートどこ、ここか。のび太、どこでもからくり操縦、ジョセフみたいな感じやん、カメラにつけてやるみたいなさ。これだとさ、ドラえもんにつけてやるみたいな、どこでも操縦機みたいになるじゃん。もうこの子終わりやん、ほら出れないやん。で、俺は？あ、中華移動。いや、こんにちは。ナースちゃん、こんにちは。いやいやいや、いや、いらっしゃいませ。はい、はっ、集中、はっ。はい、ここ、もう解読させない。え？解読させない。ん？おお、俺、5タップかと思ったじゃねえか、お前かよ、オフェンス邪魔やな、ほんま。そんなにね、チェイス能力良くないんだよね、追撃能力が。まあいいや、ちょ、めんどくさいな、お前、寝込んどけよ。 OK、 まあ、あの中板の裏に多分人おるし、まあちょっとね、気をつけながらね、すぐ中に入らず、おめんちゃんを下ろして、板割って、
よし、縛りましょうね。はい。どこでも操縦機、すぐすぐ助けに来る前にもう囲っちゃおうぜ。はい、もう無理でしょこれ。来いよ来いよお前ら、気にせずに行こう。はい、あれまあまあ時間あるからね。よし、はい、オッケー、危ねえ、助けられるとこだったわ。はい、いいね、倒せたぞ。消防車はこっちにしよう。ライスさんぞ。はい、どこでも操縦機、ベンベン。いやこれキャンプ能力最高じゃん。LGMX どれが揺れてる？あれやね、あれ、ここだ。はい、一本書いてズドン、オッケー。動かずして暗号機守る。ゲートどこ？ここね。これ逃げるしかないもんね、こんなんやられたら。逃げるしかないよね、だってどうすんの。これもうゲート守られちゃったやん、開けれないじゃん。はい、お、今壊してるね操縦台を。そんな感じなんやね。 OK、 あんな感じで壊すんや。ハッキングじゃないんじゃんこれ。あ、またいた、命を捨ててまたいたぞ。よし、いや面白い、 OK。 まあ普通にねチースいらずでね楽しく遊べたんでいいんじゃないでしょうか。このハンターは面白いわ。まあでも実際に敵にしてみると多分すんごいめんどくさいと思うわ。うん、こんな感じでいいか。ああ、ありがとうな、おっつ。